野瀬豊たは、日本の政治家。福井県大井郡高浜町長。福井県原子力発電所所在市長協議会副会長。福井県立若狭高等学校卒業。調理専門学校を経て、1982年に洋菓子店を創業。2000年に高浜町議会議員補欠選挙で初当選。2004年4月25日に行われた。 高浜町長選挙に立候補するが、現職の今井利一との一騎打ちに敗れる。2008年4月の高浜町長選挙に立候補し、無投票により初当選。5月19日、町長就任。2016年、元福井県議会議員の市野瀬明弘を破り参選。2020年4月19日、人気期,期満了に伴う町長選で再び、市野瀬明弘を破り4選。 2011年3月、野せは自身が経営する会社の業績悪化に伴い、町の事業を受注する県内のコンサルタント企業から運転資金や負債返済用2500万円を金利0.5%で借り、2016年3月に一括返済する契約を交わした。しかし、 業績は改善せず返済が困難になり2018年、コンサルタント企業からの請求を受けて、返済計画を協議。期限を2021年12月末に伸ばした上で、金利を6%に指導庁長の不動産交付でを担保に加えた。2019年12月までに約437万円を返済した。遅延利息を含めた残りは、約1356万円。 またのせは、町の資産公開条例で義務付けられた報告書への借金記載を2018年までの8年間していなかった。企業への便宜供与の有無を報道機関から指摘されると一切ないと否定した。ありがとうございます。